三森選手、川瀬選手、今宮選手がシートバッティング終了後に本田コーチと守備練習。オーケー、このありやってみよう。ということで3人が5回りをエラーなしでノックが終了となる練習でしたが、なんと現在の今宮です。仕切り直して再開しますが、再び仕切り直して今度は順調に周回を重ねます。5周目、今宮選手も終わり、最後は三森選手。ドキドキしてるよ。本田コーチがドキドキしてどうするんすか。ごめん。じゃあ終わらせんどこうと。ごめん。最後見せ場よ、最後見せ場。よし、ショート。オッケー、ショートって言っとき、無理なときは。オッケー。